おはようございます。いやー、改めて ちょっとだいぶ汚れてしまいましたが、でもこれいいですね。この DB のスーツケースっていうか、なんかラゲッジってやつなんですけど、めっちゃ全開きですごい使いやすいです。そしてチラ見せのちょっと開封案件もきちんと持ってきたんで、滞在中にいくつか開封していきたいと思いますが、とりあえずはお腹空いたんで朝食いきます。今日も若干天気は曇りですね。さあ朝食いただきます。うわー、これなんか懐かしいです。2年前に帰国した時、ここで2週間ここで待機しなかった時に毎日食べてたやつ。さあ竹芝駅ゆりかもめでとりあえず新橋に向かいたいんですけど、なんかスイカが調子悪いです。チャージするのにえらい苦労するんですけど、なんとかいけるでしょうか。まだ残高あるんですけど、チャージがすごい不安です。ここは行けます。ネズミさんが引っかかってやっぱり入れません。横浜駅が久々すぎて懐かしいです。なんか崎陽軒のそばのビルの前のところで車止めてるって言われてるんですけど、どれだ。全然土地勘が分からなくなってしまいました。あそこっぽいです。あの赤い車っぽい。どうもどうも、お久しぶり。まつげ長いよね。まつげ長い。何これは、僕らの甥っ子？甥っ子です。初甥っ子に会いました。ママにニンニクチップをつけて食べるんだ。ここあれですよ、この間松尾さんここまで自転車で来てて、ここら辺で動画を撮ってましたよ。松尾さん160キロぐらい走ったとか言って。じゃじゃーん、親父レクサス帰ってまいりました。あ、なんか本当だ、家がめっちゃ黒くなってる。すっごい黒いんだけど、なんで黒いのこれ。甥っ子抱いたまま、はい、ただいま。ただいま、帰りました。はい、ご無沙汰してます。はいはいはい、はい、いらっしゃい。カノトにご無沙汰してます。レクサス、あれこれ変わった？変わらない、安定の。え、こんなだったっけ？これギアね。あ、これこれはこれ、なんかちょっと前と違う気がしたけど。青木電気紹介、久々にやってまいりました。あれ開いてるじゃん。いや、朝来たんだ。あ、そうなんだ。今母の墓参りに行こうと、みんなでそれ合流しようと思ったんですけど、あ、危ないめっちゃ怖い。雨がすごすぎて全然身動きできなくなって大変なことになっております。親父の運転怖すぎもんだ。ちょっと車になんとか飛び乗ります。うわ、はい、どうも。すごっ、何なのこれ。なんか急に雨がめっちゃ落ち着いたんですけど、一番ひどいタイミングでなんか雨に濡れるだけ濡れたんですけど、びちょびちょになっただけでいきなり完全にやみました。完全に雨やみました。じゃじゃーん、 KFC です。もう空いてる。あ、空いてた、よかった。もうお腹空きすぎて無理です。今ドリンク氷なしって言ったんですけど、特に量については言及がありませんでした。善治さんがいつも行くところは氷を抜いても量は増えませんって言われるらしいです。いやー、日本に来たらやっぱりケンタッキー食べたくなります。はい、はいはいはい、めちゃ買い込みました。はい、どうもです。 OK 早い。めっちゃ買った。はい、ただいま。
買ってきました。やば、これテンション上がる。なんで久々すぎて。ケンタ食べたい。そうそう、とりあえず帰ってきたらケンタだもんね。いただきます。これなんか醤油ガーリックチキンです。うん、とオリジナルチキン。あの人が、ね、何しでかすか分かんないから。うん、うん、うまいよ。うまい。何この映り込んでくる。さあ今日なんか間が悪いですけど、また雨が降ってきそうな予感もしますが、墓参りに、ドリママ墓参りにやってまいりました。西徳寺です。会津藩主の墓があります。これ鎌倉殿は関係ないの？鎌倉殿だよ。鎌倉殿も関係。え、和田になって、え、和田義盛。ああ、和田家のね。和田家の、はいはい。三浦家は？三浦家は違うの。三浦家は違うの、うん、和田義盛。和田塚って和田って、あのなんかあのひげ面でやってる。そうそうそう、あれ裏切られちゃうのね。あの戦闘力高い人ね。そうそうそう。結構立派ですよ。お、本当だ。三浦一族の武将和田義盛が出陣の際に戦勝と出陣した和田地蔵がこの歌で。すごい。ほら、三浦一族の武将和田義盛。本当だ。だ、親戚だもん。すごいね。村山には義盛の髪剃り塚、このこ塚がある。何、髪剃り塚って髪剃りを祀ってるってこと？そうそう、これ塚がある。この地に来たあの会津藩士が虐待の身内の墓もある。すごい、この上にあるよ。すごい、和田義盛上がるね。今一番今タイムリー鎌倉殿を見てるから。あの髭の色。そうそうそう。ていうかめっちゃ綺麗になってるけど。何ここの階段が直した。青木ってでも出てこないもんね。うん、青木ね、いねえな。うん、鎌倉殿には。何気にコロナ2年ぶりだから、ドリママさんと、先祖たちご無沙汰しております。背中によしょうんじゃなくて、今時お腹にしょうんだね。そうそうそう、すごいね。しかもあそこ座れるようになってんだよ、椅子になって。すごいね。昔の人、ね、考えるの、いろいろ、いろいろすごいね。昔の人たちの地位が、はい。和田地蔵を探しに、和田地蔵、うわ、すごい豪華。これ違うでしょ、だってこれじゃないか。え、こうだよ、和田地蔵だよこれ。わ、うん、からないです。これガチ、子供ながらにすごい怖いっていう。ガチエンマさん、今は意外と可愛い。カウジ、悪いことするの、あのエンマさんに下向かれるんだって。あれ、あ、全長ね、うん、ではまた後ほど。家で車2台で行動しております。いや、ここで1ヶ月ぐらい滞在してたのが懐かしいです。この間の、この間のことのようですね。1ヶ月ぐらいいたね。1ヶ月以上いたよね。いたよ。え、3ヶ月ぐらいいた。いたよ。いたいた。1ヶ月どころじゃなかったでした。3ヶ月ぐらいいました。いたよ。で、あそこでドローン飛ばせたんだけど、今はもう飛ばせないらしいです。すごい、これちゃんとカープレイって、うん、右ハンドルだとこっち側に来るんだね。メニューが右と左が左右反転しました。そして、あのちょっと運転帰りは僕が交換して行ってみます。この車のこのナビのあのこのコンパネすごいね。この円形の中に全てこう水温計とか、うん、燃料とか全部入ってるんだね。はい。そして、はい、はい、あ、これすごいいいアングルよ。ちゃんと、どう、青木兄弟がちゃんと入るのよ。GoPro 最高、うん、はい。じゃあちょっと青木兄弟トーク、トークないよ。トークないけど、うん、これなんだっけ、ボルクスワーゲンゴルフ。そうそう、なぜかゴルフを2台乗り継いでるんでしょ。ゴルフかな。ごめんごめん、皆さんにどの変な車に割り込まれた。どの車がいいかって聞いて、うん、結果ゴルフからゴルフに乗り換えました。素晴らしい。なんか格安にするって言われて、モデルチェンジ直前のフル装備の車をもうめちゃくちゃ安くするんでって言って、言われて、なんかもなく不可もなくだし、まあいっかって。
でもね、同じ車から同じ車に乗り換えるって相当気に入ってるよね。ねえ、そう思った。やっぱり。いや、他の乗りた人前に乗りたかったのよ。あ、だって前に一緒に見に行ったじゃん。そうそうそう、見たね、そうだ。そう、でもあれがディーラーが少ないっていうのと、うん、欲しい機能がなんかなかったんだよね。そうなんですね。いろいろ見たね、そういえばね。そうそうそう、なんかユニークな、知らなかった会社あったね。会社、それがシトロエン。あ、シトロエン、そうだった、そうだった。あとプジョーでしょ。うん、そう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 。なんかちょっとこう、そうそうそう、かわいらしいね。そうそうそう、あのフランスの。うんうん。そう。最後の最後まで悩んだけど、うん、結果こう機能が良すぎて。いやでもなんかやっぱりこのゴルフの全てのこうバランスの良さがすごいよね。あの性能で言ったら全てが綺麗にひし形みたいな。そう、ね、やっぱでもなんか乗ってて、みずちゃんが乗ってるのを見て、やっぱり最大の理由が後ろの荷物がボカスが入れるのがいいんだろうなって。でもでかすぎないし、そう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 、なんかそこなのかなと思った。なんか慣れれば大きさ、最初大きいかな、ポルとかから乗り換えた時大きいかなと思ったけど、うんうん、まあ、慣れれば全然、うん、意外と細い道も行けるし、ねえ、ね、コンパクトだね。いや、このバランス感覚の出来の良さは確かに納得感ありますけど、うん、よく考えられてるよね。まあ、別に無理して他の乗る必要もないかなみたいな。確かに。まあ、なかなか良いです、ね、あとなんかやっぱり毎度ですけど、あのカープレイをつないでいつものナビになった瞬間になんか自分の車感になる。このやっぱカープレイは偉大ですよ。あ、馴染みがある。なんかこの曲とかもさ、スポーティファイの曲とかも全部聴けるから、なんかすごい急に自分の車を運転してる感になるっていう、なんかすごい心理的な安心感が出て、これ素晴らしいです、ね。うん、ついにお別れです。今日一日お疲れでした。最後泣いている。では気をつけて、では行ってらっしゃい、お疲れ。おーい、名残惜しい、ね、初甥っ子対面でした。Such a club.